こんにちは。えー、久しぶりにお邪魔させていただきましたマディアキラでございます。よその国にこれを依存していないと生きていけないっていう国じゃない自立性ですよね。つ,つまり。 自分で立するっていうことを自ら立する。相手にとってどうしても必要な技術とか必要な物品とかをこっちが握っていれば。相手のショックポイントこっちが握る。<music> あの十一月に。の、あの臨時国会で。成立をさせてですね。ええ、直ちに執行していく。 総裁選をですね、9月いっぱいの人気ですけども若干先に伸ばしてですね、総選挙の後にっていう選択もですね十分考えられるおはようございます。ます日経日曜サロンです。この番組は日本経済新聞の瀬里川洋一論説フェローが担当直入にゲストに今聞きたいことを聞いていく番組です 今日のゲストは自民党税制調査会長の甘利明さんです、はい、甘利さんはですね経済再生担当大臣などですね養殖、まあ、いろいろ歴任しておられまして、まあ、自民党を切手のですね政策通だと思います、まあ、最近はですね経済安全保障の取りまとめですねとかですね、まあ、半導体議連の会長ということでですねその言動がですね注目されております その政策課題からですね、まあ党内情勢ですね、などにつきましてですね、幅広くお話を伺いしてみたいと思っております。天理さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 ままずは経済安全保障のお話から伺います甘利、はい、さんが中心となって自民党の新国際秩序創造戦略本部が中間取りまとめされたものを政府に提出その内容の柱と狙いについてままず教えていただけますかアメリカと中国が拮抗してきて中国が自分の価値観で国際秩序を作りたいという動きになりますよとでその場合に我々の価値観と必ずしも一致しませんよと自由と。 人権と民主主義とか法の支配とかプライバシーってこういう価値観はまああの中国のような権威主義国にとってはですねあの相いれないもところがあるから彼らの価値観で作る世界秩序と我々の価値観で作ってきた世界秩序がぶつかりますよとその中で我々の価値観がきちんと国際標準になるようにしなきゃならないってそういう あの問題なんですね AI が入り顔認証が入りですね個人データのいろいろ識別が入っていきですね全てがデジタル管理されていく社会になっていくと、まあ、そうなってきた時にですねその、うん、我々が今の価値観を維持できるかっていうところがすごく大事で。そそのの場合はそのまさにその 経済がですね、えー、その武力以上にその影響力を持ってくるということになるわけですね。あのデジタルによって集められたデータが解析をされて価値化に価値になりますから、すなわち経済価値がその,、うん、そ,のその国のですね力の根源によりなってきます。でそれを武器に使って内政干渉が始まりますから。 そこに依存している国に対して我々の言う通りの行動をしない限りはお宅の産品は輸入しませんよということでですね経済力を使った内政干渉がもう露骨になってきますよとそういう時にその我々の価値観をどう維持するかということが原点なんですよね、はい。そういうい考え方がですねその政府の、まあ 骨太に含めましてね、まあ、入ってきたということで,ですね。で、これからまあ、年末にかけて、その最終取りまとめですが、うん、そういう形になっていくと思いますけども、それが法律の形でですね、うん、一括法ということを確かに考えておるというふうに伺ってますけども、うんそ,ね、その時ですね、その、まあ、政府のですね、まあ、組織といいますか、政府の、まあ、あり方もそうですし、あと民間企業もですね、それに対応したものをやっぱり当然求められますよね。そこだったら、どういうふうに考えておりますか。えー、まずですね、その、日本政府としてですね。 あのきちんと自立していけるあるいは国際な社会の中で頼りにされる、うん、こういう要素は何かっていうことを分析するとですね一つはあの自立性ですよねつ,つまり自分で律するっていうことを自ら律するつまりあのよその国にこれを依存していないと生きていけないっていう国じゃない。で問題なったのは、はい うん、医療現場のですね、医療備品ですよね、マスクとか、医療用手袋とか、医療用ガロンとか、これってそのローテクでまあ言ってみればあの誰だって作れるわけですよ。でもこれがないと医療が止まっちゃって医療崩壊し、国が崩壊しちゃうと。つまりそこは何かというとチョークポイントになってるわけです。チョークポイントっていうのはそこを占められると身動きができなくなっちゃうっていうところですよね。だったら。 あの最低限日本国内で作るとか、あるいは外国に依存しても同盟国同士国の間でサプライチェーンを組むとかね、あの武器に使われたらギブアップしちゃうわけですよね。あの緊張関係にある国に全部依存してたら、あの気に入らないことをね、したらじゃあこれ止めますよって言ったらもうギブアップしちゃうわけですね。だからそこをちゃんと洗い出して自立性をどう確立するか。でもう一つはですね、国際社会の中で発言力を持ってくるっていうのは今まで。 二つですよね一つは軍事力が最強であること強大であることもう一つは経済力が強大であることこの二つは外交における発言力というか存在感になりますよ、ね、でそれだけじゃなくてですね最も大事なことはその相手にとってどうしても必要な技術とか必要な物品とかをこっちが握っていれば相手のチョークポイントをこっちが握ると。これが その不可欠性と自立性これを戦略的に構築していく戦略的自立性を確立する戦略的に日本がないと困るよね日本は大事だよね日本にここの部分は依存してるから日本に切られたら困るよねっていう不可欠性この2本の柱を戦略的に組み立てるっていうことを提言してます。 経済安全保障の中心となってくるのがまさにその半導体ですけれども、うん、その製造基盤を強めるために銀連盟を立ち上げられましたあの日本の半導体産業というのは1980年から90年代というのは本当に世界でもそのトップを走っていた時代がありましたよね、うんうん、でも今そうした銀連盟を立ち上げなければいけない状況にあるということなんですかデジタルトランスフォーメーションってありとあらゆるところに あの半導体が入ってきますよねセンサーとかそのデータを解析するそのロジック半導体 CPU、ねえー、それからデータを集めて出したり入れたりするメモリーあるいはですねうんいろいろそのうん駆動系を制御していく電力制御をするパワー半導体とかですね要するに あのデジタルトランスフォーメーションというのはすべてがいろんな役目をする半導体の塊の社会です。あのデータセンターって半導体の塊です。AI 半導体の塊です。えー、顔認証半導体の塊です。みんな半導体の塊ですよね。それをですねどこが握るか。つまり例えばもう全部ですねえこう緊張関係にある国に握られていたら。 その半導体のえに、ー、いろいろ問題はねマルウェアが組まれているとかですねバックドアが組まれているとかスパイウェアがスパイチップが入っているとかですねそれももう全面依存したら思うがままですからそうするともうデジタル時代っていうのはですねそういうものを通じてデータを抜いたりですねなんかあの不穏なものをインプットしたりですね自由自在に なる世界なんですだからあのデジタルトランスフォーメーションの社会っていうのはデータが価値を生んでくるだから20世紀はあの石油を支配したものが世界を制する、うん、21世紀はデータを制するものが世界を制するこれはもう常識で言われてるんですそのデータを集める解析するソリューションを出す社会実装する 全部半導体の役割ですから、だから半導体はある程度日本がその世界にとってですね不可欠な存在になっていなきゃまずいんですよね。この半導体の製品は1980年代から90年代にかけて世界の世界の全体の半分を抑えてたんです。今10%ですよね。だからこの肝心なところは日本でちゃんと 主導権が取れるようにしておかないと大変なことになるなということでですね私は経済安全保障と合わせてですねデジタルの責任者をやりそしてデジタル社会を構成する半導体の責任者もやらなきゃということで全部つながっているわけです。でそこの,あの重要性問題提起をまあ私はもう数年前からしてるんですけども。 ことここに至れるっていうことでよし自分があの中心になってですねえこの具体的な政策を組み上げていこうということで議員をあの蘇生したんですけどね <music> そういう中でこう日本がですねまだこう生き残れるといいますか日本がそのチョックポイントを握れるような部分ってのあるんですか、うん <music>。あの今今半導体っていうのはですねそのおセンサーで五感の役目をするのが あのセンサーのアナログ半導体なんですけれども例えば視覚の,の部分ではですねソニーのイメージセンサーっていうのが非常にレベルが高くてですね世界でってるんですあるいはですねあのメモリー半導体ですねデータを保管する出し入れをするっていうところのですね機能性の高いものが あのキオクシアっていう東芝から派生した、うん、え企業が世界の、うん、シェアの2番目ぐらいかな、うん、それからあの電,力電気系を制御してモーター制御をする、まあ、EV の世界なんてのはモーターをどう効率的に制御するかってそれパワーハンドここであの結構なポジションを占めているんですね。でしかもそそののの頭脳の役割をすするですね、えーその ロジック半導体 CPU とか GPU というもんですけれどもこれはですねものすごい進化をしてですね<ー>、えー、もうこの、うん、半導体このね私これ持ち歩いてるんですけどねこれあの富士通とあの理化学研究所が作ったあの富岳<ー>世界一を4部門世界一を3期連続やっとってる。<ー>この2センチ四方を が半導体これにあのあのプラスチックに組み込んでるんですけどもこののセンチ四方があの富額の半導体ですこれがいくつも,ものすごい数集まってるんですけどこの1個の中にですよトランジスターが何個組み入れられてるかっていうと億億億個なんですじゃない90億ですだから顕微鏡で見なきゃ分かんないぐらいの微細加工なんですね。 でこの競争がもうかなり行き着いててですね、えー、も,うもうかなり限界に来てるんです。ということは今のプレイヤーと違うプレイヤーが出てくる節目にはなるかもしれないですねつまりこれは微細加工で細かく細かく細かく原子レベルですあの原子レベルの大きさでこう線と線との間がつつあの縮まってきて微細加工なんですけども。 新しいい手法というか、まあ、古くて新しい手法ではこの 3D でですね、えー、積層化していくっていう方法があるんです。微細化化と積層化これが組み合わさるちょうど今分岐点に来てるんですね。そうすると今までナンバーワンのプレイヤーが突然ですね入れ替わるってこの半導体の世界っていうのは何年間に一遍主役が入れ替わるっていう節目があるんです。でそこに これからかかりますから。だから日本が日本の技術、例えば材料で言えば世界の半導体の55%、53%が日本から供給しているんです。日本の材料がなくて作れません。それからあの製造装置マザーマシン、まあいろんな分野があるんですけど、その一分野はですね、えー、日本が独占したりですね、全体でも35%ぐらい握ってるんです。だから強みがありますから、ここで。 プレイヤーが入れ替わるチャンスというかリスクというかですね。あの今トッププレイヤーにとってはリスクになります。これから狙う人にとってはチャンスになります。そういう締めですから、だからこそ今ですね、戦略的なあの政策が必要なんですね。 あの東京都議会議員選挙で,です、ねまあ、自,自民党事実上の敗北だったと思います、それともこの最近のです、ね、政治の動きを見ますと、ね、ワクチンのです、ねまあ、職域接種の問題ですとか、ね、あとはお,お酒屋さんのお酒の話なんかもです、ね、ちょっといろいろトラブったりしてますけど、ね、なんとなくこう内閣支持率も下がってますし、ね、今のこの菅体制で大丈夫なのかなという、ね、今のこの体制のままで,です、ね、もうもう人気も,、ね、もう先に見えてますからいかがですか、大丈夫ですか。 あのこの状況下ってどんなスーパースターがやってもですねそう高あのいい点数はもらえないと思うんですよね。でまずワクチンを日本で作れてなかったそれには理由があってまあ何かの機会があればお話しますけども、うん、輸入せざるを得ないわけですねだからスタートは遅かったですだって自分で作っている国の方が早いですから自分で作っている国は自分で使う前にあげますということは言いませんからね。だから 輸入してきたスタートは遅いですけどもそれからの加速度はですねあの接種の加速度は世界新記録ですイギリスよりアメリカよりイスラエルより世界で一番速いスピードでバーッと170万人体制一日ねだからこうスピード上がりすぎちゃってワクチンの手配がギリあの、まあ、プラスアルファの余裕はありますけどもういくらでもあるっていうほどワクチンはないですからあの必要量 プラス1割とかですね、二割っていうぐらいの輸入です。ですから今あの溜まってるところ足りないところ凸凹がありますから在庫確認をしっかりしてるっていうところなんですね。そういう点じゃます、あ、総理はよくやってると思うんですけども、でもよくやっても評価されないっていう局面なんですよね。ワクチンがきちっと接種されるってことが必要ですから、これ菅総理がですね。 もうひたすら何と、えー、と言われるとワクチンっていうのはです、ねうん、私は正しいと思うんです、うんうん、いろんな理屈つけたってです、ね、ワクチン接種が行き届いてなかったら、ね、どんな政策も効いてきませんから、うん、あのここはもう,おもう耐えてですね、うん、あの手術が下がっても耐えて、うん、ワクチン接種をしっかりやって、うんうん、安心を築くっていうことだと思います。 そうすするとですねこれの9月にはですね総裁任期が切れますね、はいうん、10月11日は衆議院議員の任期が切れますね、うん、この総裁選挙とそのその総選挙というね、うん、ここら辺の日程はこれどういう組み立てであままさん考えておりますか、まあ、私総理が考えるんですけどね <laughs> 私はそんな権限ないですけどもまあ普通に考えていったら、うん、あのワクチンがある程度接種されてですね 安心感が広がって新規感染者がこう激減していってですね、あこのままで大丈夫だとで少しずつ経済も動き始めたっていう感じがまああの国民の皆さんに届くのは必要だと思うんですね。だからある程度後ろにワクチンが届くまで後ろに下げた方が私ならですよいいと思います。だから9月10月っっていうのは えーまあ、それしか選択肢がないんだろうなというふうには、えー、思ってます。で、えー、だから、えー、総裁選をですね、えー、9月いっぱいの任期ですけどもお、まあ、総務会等々でですね若干先に伸ばしてですね、うんえー、そして、えー、総選挙の後にっていう選択もですね、うん、十分考えられると思うんですけどね。 もう一つあのお伺いしておきたいのはですねあの補正といいますか経済対策ですね、はいうん、これやっぱりこの対応でですねこれ当然必要になると思うんですよ。うんうん、そうするとですね今おっしゃったですね、まあ、解散が先にあってです、ね、その先にまあ総裁選挙といいますか、まあ、総裁任期を延長するわけですから延期しますからねそうするとこの補正予算をですねどういう形で処理をするのかっていうのはねなかなかこうスケジュールが難しいんじゃないかと思うんですこの辺りどう考えていいんですかおそ、まあえー、らく 総選挙の後の国会でですね、特別国会で、えー、あの特別国会の後の臨時国会ですね。うん、そこで、えー、議論をして成立をさせると、で普通はうん年末に編成する補正っていうのは、うん、翌月の1月の通常国会の冒頭処理です。うん、そうですね。そうすると1月の尻尾と2月3月っていうのは年度内ですから。うんうん 基本的にはその間に使うっていうことで、まあ、繰り越しはもちろんできますけども今度の補正はですねもっと前倒しの方がいいんだろうなとコロナ対策とかですね、うん、あるいはあの経済対策でも、うん、先ほどの半導体の話とかですね、うん、あるいはあの大学の10兆円基金っていうのを半分4兆5千億は組めましたから残りをですね補正でしっかり組んでですね 日本の,その学術研究基礎研究を中心にですねしっかり予算を投じていくと今までの枠じゃもう身動きはできませんからだから別枠でですね基金を蘇生してですねその運用益を連続的に投入していくっていうことを我々は考えてですね、まあ、実現したんですけどもまだ半分残ってますからそういうことがありますからあの従来のように年明け処理じゃなくてですね もうこの年内にですねきちんと処理をして、えー、あの実行執行ができるようにです、ね、した方がいいんじゃないかなと。だそうすると例えば11月,11月初旬ぐらいにはです、ね、予算を上げて補正を上げてですね11月にの,<旬>あの臨時国会で、うん、成立をさせてですね、えー、直ちに執行していく。 っていうことがまあ個人的にはいいんじゃないかなと思うんですが、まあ総理がどう考えているかはわかりません。わかりました。阿部さんは安倍さん、麻生さんと並んで 3A と言われています。あの政治記者の人たちは次の幹事長は阿部さんだというふうにおっしゃっているんですけれども、どうなんでしょうか。それはあの。 早めに名前が出るってことは必ず、あの、その人は、あの、消えてきますからですね。<laughs> <laughs> あの、私が幹事長ということは、あ、まあ100、百パーないと思います。でも、消えない場合もありますよ。<laughs> いや、そうですか。<laughs> それは。<laughs> 今日は、お忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございました。どうどうも,どうもあ,りありがとうございました。 今日の甘利さんのお話、いかがでしたでしょうか。はい、あの、まあ、経済安全保障ということでですね。おっしゃった二つ、キーワードですね。自立性とですね、不可欠性ということ、をおっしゃってました。まあ、あの、そこをですね、どうやって、この、うまく抑えていくかということね。これはですね、まあ、あの、これからのですね。 まあ肝の部分だと思いますけども特に半導体がですねその中心になるということですけどもまだ日本はですね可能性があるということで,ですねそこの部分をですねどうやって進行していくかということがですねポイントだという話が一つとですねもう一つはですねこれからの政治の向きの話としましてはねやはりあのワクチンワクチンがですねでまあワクチンをですね接種を広げましてねでどうやってですねその不安心理を収めるかということそれによってですね この先のの先日程のお話ししておられました、まあ、解散があってです、ね、その解散総選挙があってその先にです、ね、総裁選挙ということですねそしてその先にさら、ねうん、に11月という言い方をしておられましたけれども補正予算のです、ね、審議処理をしましてです、ね、コロナ対策ということ、まあ、そういう一応の,です、ね、そのスケジュール感がです、ね、見えてきたんじゃないかなと思いました。はい 次回のゲストは、元東京大学総長の佐々木武さんですまああのコロナ禍と政治ということで,で、このまあ1年半のですね世界と日本、コロナ禍って大きく変わりました、そういう中で,で、政治がどういうふうに動いてきたか、どういうふうに変わってきたかということについて、政治学者の佐々木さんにですねお話をお伺いしてみたいと思っております。日日経日曜サロンでしした次回もお楽しみに